はい、突撃隣のチューニングショップの予定だったんですけども、なんと今回はですね、抜き打ちで、S 帯24時間、優勝した浅野レーシングサービスさんに、来てるんですけども、今回アポを取ってませんということで、今ですね、本当隣にいるんですけども、どんな感じで仕事してるかっていうのとですね、まあ、一応お祝いを持ってきたんで、あとですね、まあ、これから連載が始まると思われる KP47、 これ前回はですね、僕一人で来た時に携帯で撮ったんですけども、ちょっとね伝えられなかったんで、まあ、その辺の車とエンジンをですね、ちょっと事細かく撮ってですね、一体いつぐらいに KP47 がナンバー付きで、僕の手元に来るかっていうところも聞いて、ちょっとですね、どんな感じか分かんないですけど、リポートしてみたいと。あれ佐野さんがちょっとまずいな、これはまずい。早くもですね、ちょっと僕がですね、ちょっと浅野さんのところに来ようと思ったら、浅野さんがですね、ちょっと来ちゃいました。これはちょっと降りますね。あ、こんにちは。え、これ走るんですか。じゃあ、そうです、つくば今から、はい、あ、そう、この時やめます。これ取りに行った方がいいんじゃないですか。浅野さんのところに、じゃあ抜き打ちでちょっと行ってみようと思って。そういうことですか。そう、そしてこっそりと。そうで、信号何も言ってなかったから。そうもう行っちゃいましたけど。あ、そうですか。じゃあ信号君もう着くわ。いや、茂木か。あ、そうか、なるほど。あ、じゃあ、はい、お祝いだけ、あのお祝いっていうか、お祝い大したもんじゃないですけど、何か使うものがいいかなと思って、何もあれだったんで、あのブレーキクリーナーをたくさん持ってきたんで、それだったらそれだったらと思って、これじゃあ向こうに置いた方がいいですね。あ、じゃあこれ重いっすよ、詰めます。まだ持ってますよ。はい、あ、そうなんですか。はい、浅野さんそのまま、うん、車体は詰めないかもしれないけど、あれじゃないですか、1時間ちょっと弱ですね。1時間弱、うん、あ、じゃあ本当に午後だけ。そう、走れば1時から。1時から、うん、あ、でも行ってすぐ走るんですか。そう、ほら見てください。もう浅野さん行かないといけないんで、こっそり来たんで。そう、こっそり来たら優勝したんでと思ってお祝いに来たんですよ。したらもうまさかの走行会に、スポーツ走行ですか。そうです、すげえ。優勝したマシンもありますよ。はい、バンド YouTube ご覧の皆さん、お久しぶりです。バンドです。なんとですね、先ほど若干、浅野さんに会えたんですけども、アポなしで来てしまったためですね、浅野さんまさかの筑波サーキットにスポーツ走行しに行くと。68歳元気ですね。一人で積載乗って行かれました。ということで今回ですね、僕水戸に来たんですけども、この後ですね、別件で茂木に行かないといけなくなっておりまして、なんと僕が筑波に行ける感じではありません。ということで今回はですね、カメラマンさんに大変申し訳ありません、筑波サーキットに行っていただいてですね、浅野さん KP61 の、走行動画と、おそらく浅野さんがいじってると思いますんで、そこら辺のね模様と若干インタビューできたらなとは思ってるんですけど、そちらの方を皆さん映像でお楽しみください。それではどうぞ。
ね、何年ぶりだろう。はい、もう筑波走るのは10年じゃ効かないかな。あ、もう震災前に走ったのが最後か。だからもう12年ぐらい前に走った。で、途中なんかやろうと思って、はい、キャブを交換してまだセットアップできてないん で、 あ、でちょっとその辺を今日合わせてみようかなと思って、うん、でも軽く走っただけでも60台が出てたから、うん、まあそんな悪くはないと思うし、10年以上前のタイヤで走ってなんかそっちの方が心配で久しぶりに走るといろんなことが起きてきて、なんかブレーキがちょっと増えた気味でまともに走れないので、まあキャブのセットのみの走行という形になりました。次回はブレーキと今走ってみたキャブのラインナップをどうやって良くしていったらいいかちょっと考えて次に走ってみたいと思います。ちなみに次回はいつなんですか。そうですね、ちょっとね、まだ何とも言えません。坂東さんには秘密にしておきます